皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日はこちらのじゃじゃん雑誌ですね。はい、カムホーム、私知らなかったです DIY とか基本的にやらない人なので知らなかったんですけども、なんとじゃん、ここの表紙に載っている方がですね、私のコンサル生さんで、まあ、クライアントさんになるんですけれども、オーラ幸子さん&ソーっていう、プリントとかあとはスタイリングボードのですね、写真の背景のため の写真ボード、デザインボードのですね、制作とかやったりとかと教えている先生になっているオーラ幸子さんですね。こちらがなんと雑誌に載ったということで、私にも雑誌が届きました。検本されました。ありがとうございます。いやー、やっぱすごいですね。表紙すごくないですか。かっこいいっていうか、すごくね、空気感があるいい雑誌ですよね。関東の表紙っていうのはね、すごいいいなと思ったのと、これ表紙だけじゃないんですよ。ここ付箋分かりますか。この付箋文って全部ページ載ってるんですよ。いや、これはねすごいですご紹介していきましょうか。はい、まずね、ここの開いたところ、ここにも載ってます。でこれは実は幸子さんって何でもできる、何でもできるっつってあれか、木工とか机とかも作ったりすることができるので、雑貨とかの手作りのやつとか、すごいね、おしゃれなね、雑貨、要はパンを切る棒、切って載せるボードとか、額縁とか、あと花瓶差し、フラワーベースとか、いろんなものすごいセンスよく作ってる中の一環の一個で、これはパンとかね、お料理をちょっと載せるボードなんですけど、カッティングボードです。これが載っているでしょ。そしてこれ、2ページですよ。ここで両ページ、2ページ。これで、幸子さんちの家の中、いや、おしゃれですね。と思って見てて、はい、2ページ。はい、ドン。そしてまた見開き、2ページ、ドン。これで4ページ、5ページです。5ページ。おしゃれですね。すごいですね。そこで終わりかと思いきや、まだあって、まだあって、ここのページの、ここに塗料のね、写真とか載ってるんですけど、ここにも載って、そしてまだまだ、ここにも載って、ボードの種類の、ご説明というか、内容ですね。いや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 、すごい。そして、まだある。まだある。見てるだけ、後ろの方。ここですね。このページの、ここ。ここにもなんか読書プレゼントとかってですね、載って。いや、びっくりしましたね。いや、確かに載ったとは聞いていたし、本くださいとかって言って送っていただいたんですけれども、こんなに載ってるとは思わなかったです。そして、しかもおしゃれ。うん。この本初めて見ましたけど、おしゃれですね。こういう DIY とか、なんかそういうのやりたい人には、憧れの本なんじゃないですかね。幸子さんも、乗りたいっていうか、昔ね、憧れてて、この本に乗ってみたいみたいに思ってた、15年前かな。なんかそういうふうに思ってた本に、本人がね、乗るっていうのは、すごく、こう、感無量な世界観なんじゃないかな、っていうふうに思いますね。私もその話を、ね、伺った時に、もちろん発表ねされた後っていう形で、ね、ちゃんとこう言えるような状態にはなってるんですけれども、すごくねびっくりしたし、いや、よかったなと思って、ね、どうせ乗るんだったらおしゃれな雑誌乗りたいじゃないですか。しかもこんなにページ数割いてもらって、紹介してもらって、これ一生もんの記念の本になるなと思ってね、見てたんです。すごくね、なんか嬉しかったですね。ページをこうめくるたんびに、なんかこうじんわりこう心が、ほっこりね、あったかくなってきて、なんかすごく私も嬉しくなってきて、なんかページをめくるたびに涙が出そうになるぐらい、なんか感動してしまって、まあ、何に感動したかっていうと、まあ、成長の度合いに感動したんですけどね。はい、そうじゃない幸子さんも私は知ってるからです。はい、すごいなと思ってね、楽
初めて感動しました。で、あのこのねカタログとかも、あの幸子さんのねカタログで、でもすごくねおしゃれでセンスがいいカタログで、今アトリエ移転のためのねお引越し作業をやられてるんですけども、そちらがね落ち着くとご自身のちゃんと独立したアトリエを持ち、でそこでワークショップも自由に行って、家族の中の、ね、今ガレージの下のところ改装したとこ使ってやってたのをそちらに移転して、でそこであのもっと自由にね創作活動とかワークショップとかいろいろやれるように、まあ、7月くらいオープンに向けてあの頑張ってやってる最中です。このねカタログもめちゃめちゃおしゃれなんですよね。はい、すごい。あのカタログね請求、あの有料にはなりますけれども、興味がある方、気になる方はあのご請求してみてください。この本は880円です。あのお得ですお得ですとか言っていてあのぜひね、あの Amazon とかでも売ってますので、一冊お手に取って見てみてください。普通になんかインテリア雑誌として見ても、何て言うんですかね、こういうテイストが好きな方には嬉しい雑誌だと思います。いやー、よかった、オーラ幸子さんおめでとうございます。はい、で、まあ、この紹介はもちろんそうなんですけども、まあ、私のチャンネルでお話をするので、まあ、せっかくなんで幸子さん大丈夫かな、こんな話してこんな話してとか言ってて、せっかくなんで、あの、ね、幸子さんの、まあ、その成功までの奇跡というか、どういう状態で今の幸子さんになったのかっていうのをちょっとね、あのお伝えしてみようかなっていうふうに思います。もともと幸子さんコンサル始めた3年前なんですけれども、その当時、まあ、私が、関わってた、今の彼女のやってる前身の会社でやってもらってた、タカラトリオさんっていうところとコラボで組んで、まあ、こちらの方の、ね、カタログ作って、あの要はデザイン、フォトデザインボードっていう、写真用の背景ですね、それを、作るのを依頼して商品化した時の開発を、依頼したのが私で、その時の色の調色とかボード作りを実際に現場担当でやってくださってたのが大浦幸子さんだったんですね。その宝塔寮のパートさん時代に出会ってます。でその時にいずれもあの独立すること、一人で独立することを前提に、まあ、塗料の方も学ぶっていうことでやられてた時に彼女と出会って、でブログ担当してますっていうことだったんで、そのブログの書き方レッスンみたいな時に出会ったのがきっかけで、その後あの会社のお金じゃなくて自腹でちゃんと私の講座とか習いに来ていただいて、で、パートとその自分のやりたい塗料とか、あとはその机ですね、今机とかは作ってないんですけれども、机とかまあ雑貨販売とか、でそちらの方の道を独立してできるような形でということで、コンサルを、依頼されてやったのが、一番最初のきっかけです。で、まあ、当初の頃はもう本当にパートさんの部分の収入を補填して、どうにかちゃんと独立しても稼げるようになりたいっていうのをおっしゃっていたのからスタートしたんですけど、私が彼女を引き受けた時に、あの一番こう心に響いたっていうか、この人は絶対にどうにかしてあげなくてはいけないっていうふうに思ったのが、あの依頼されてね、その1年間私と頑張ってみて、うまくいかなかった場合にはもう独立を諦めるっていうか、もう最後の崖っぷちの最後と思って頑張りますっていうのを聞いた時に、あの私の心のスイッチっていうかね、あのカチッとこうスイッチが入って、絶対にこの人は成功させるっていうふうにね私が決めたんですよ。その時1年間ね頑張って、そんなねうまくいかなかったらなんて、最後の年にね私と出会って、で私にその自分の可能性をかけてくれるって決めた人を絶対に失敗させないっていうふうに思ったんですよね。そこから二人三脚が始まって、今の形に落ち着くまでにあの違うこともやってます。机の販売を最初やりたい、雑貨もやりたいって言ってたんで、そっち方面でやってみたんですけど、確かにあの問い合わせ20件制約ゼロが問い合わせ3件制約3件っていうのに持ってくっていうのは、ちょっとあの対応を変えたりとかいじればどうにかできるっていうのはあのできちゃったんですけど、収益化はしなかったんですよね。
収益化するためになんか壁塗りレッスンみたいなのもやってみたんですけど、そちらもいまいち難しいよねっていうことで、最終的に落ち着いたのが今のやっぱり背景ボード、これが世の中に求められているから、そこの宝塗料さんと立ち位置を変えた状態でこのレッスンを中心にやっていきましょうっていうところでスタートしたところ、そこがブレイクして、そして今の薩摩さんになっているっていう状態ですね。雑誌の部分は あちらが探してくださったっていうきっかけではあるんですけど、探してくださったとはいえ、結局その探した相手がしっかり事業をやってる絵が見せられてないと、それ以上の採用には通常ならないです。今回一番大きかったのはやっぱ YouTube、 去年のうちに1000本達成して、中身が濃いものをしっかりやっているっていうことと、ワークショップの数もものすごいやっていて、それが全部満席で続いていてっていうものと、作品のクオリティが高かった、それをちゃんと雑誌社の人が評価をすることによって今回の雑誌っていうことになったので、探してもらえてもちろんきっかけはありますけど、それだけの量を発信していて、そしてクオリティが高くて目に留まるっていう、まあ、最近私のクライアントさんテレビに出たりとか新聞雑誌とかっていう方が多いんですけど、大体3年ぐらいの方が多いですね、そのあたりは。要はなんでだろうって考えると、やっぱりきちんと体系立てて、やるべきことをしっかりやって、それが世の中にも浸透し始めて見られるようになるっていうのがやっぱ3年ぐらいなのかなっていう感じします。でその間別に雑誌を載ることにとかテレビに出ることを中心に頑張るんじゃなくて、お客様のためにやっていたことで皆さんに求められて、それが喜ばれているっていう状態がたまたま見つけてもらえる可能性がある。ただ見つけてもらえた時にやっぱりそれなりのきちんとしたページとかがあれば即採用になるっていう、そういうメカニズムだと思うんですけれども、そういう流れの中で非常にね、こう長年の夢だった雑誌に載れたっていう話は私も聞いてて、もう感無量で、私がもちろん私も本出してて嬉しいんですよ。もう、まあ、作家になるっていうか、昔ね、おぼろげながら、その、なんだろう、小さい頃赤川次郎とかね、推理小説とか結構読んでたんですけど、本ってやっぱ作家さんのものっていうイメージがあって、でまあ私も本は いつかはそうね出したいかなと思ってたんですけど、まあ、ビジネス書で、まあ、コンサルの先生にね、そろそろ出してもいいんじゃないですかみたいに言われたのがきっかけで、じゃあ書いてみようかと思って、まあ、それで実際に本が出されたわけですけど、私自身ももちろん嬉しかったんですが、周りの私のクライアントさんがすごい喜んでくれて、クライアントさんがいっぱい本買ってくれて、でそれをまたその生徒さんに配ってくださってっていう、その感じが嬉しかったかな。なんか喜んでくれる人の方が嬉しくって、喜びが倍増になりますよね、人に喜んでもらうと。だから幸子さんがこれを出したっていう自分ももちろん嬉しいんでしょうけど、多分彼女の性格だと自分で喜ぶよりもみんなが喜んでいることの方を喜ぶ人なんじゃないのかなっていうふうにすごく思って、で私もね、そんな3年間の編成、非常にね、心も今の姿からみんな想像できないってよく言われてちょっと暴露話的になっちゃうんですけど、マインドがすごくこうネガティブで後ろ向きのマインドの部分がすごくあった方が、今ではもう別人のようにもうすごくポジティブマインドで全てを前向きに切り開いていく力と、あとやっていく努力と才能ですね、それを全て加味した状態で今の幸子さんがいて、しかもその姿に憧れて、幸子さんみたいになりたいですっていう人ができてきたっていうことが、私は一番何よりも嬉しくて、私が伝えられるスピリットっていうのは、私の近くにいる方にはダイレクトに伝えることはできるんですけども、近くにいない方には当然伝わりにくい。だけれども派生したその方が頑張ってくれている姿に、その先の方が共感してくれているのであれば、私はその灯火を分けるね、松明、自由の女神の松明の松明のね、火を分けてあげた火がまた違うところで灯火を灯していくっていう、その絵が私の中では理想とする姿だったんで、それを実際に体感実現してくれているのが幸子さんだなっていうふうに思うと、すごく嬉しかったことが、このご報告を雑誌に載ったのもちろん嬉しいんですけど、そのこと事実よりもそういう幸子さんに成長して、
人にね喜びを与えられるっていう人に変わってってるっていう絵を見せていただくことができたっていうことが、まあ、コンサルタント冥利に尽きるっていうか、それがすごく嬉しいなっていうふうに思って、こちらの動画を撮りました。ちょっとね長くなっちゃったんですけど、まあその幸子さん自身のもちろん素晴らしさっていうものをねお伝えしたかったっていうのと、あと、まあ、私自身も嬉しかったっていう嬉しいからなんか喋っちゃったって感じなんですけどね、よかったらねぜひこちらの本もね手に取って、彼女の夢のエネルギーオーラっていうものを感じてみていただけるのもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。おすすめです。はい、それでは。